します。今日またやっぱりその男女についてのことでちょっとあのお教えいただきたいんですけど、はい、危ない男性みたいな、はい、で結構いっぱいいるんですよね。いっぱいいますか？基本的にはヤバい人には誰でも引っかかるっていう。まあ、本当にすごいです。丁寧な自信ですだし、いい人で仕事でもやっぱり成功してるように見えるし、責任感もあるし、あれ付き合って距離を縮めた瞬間に表現するっていうのがいるの。あれ表現せよ。ヤバいんじゃないか。はい、どうぞ。緊張した時に油汗が異常に出るやつ、大体家庭環境劣悪。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、そんなことないよ別に。いや、下がりません。すっごい結果的な油汗の人いますけど、それ劣悪ではない。家庭環境劣悪なんです。そんなことない。ということで、ギャル大工さんです。よろしくお願いします。食生活は劣悪でしょうね。冷静にね。家庭環境も劣悪なんです。そんなことないな。絶対せえ。お前らもこのぐらいのフォローできへんのか。このぐらいのフォローできへんのか。できるわけないよ。できへんやつやよ、ほんまに。大悟さんだけよ、そんなできんの。大悟さんだけそんな。山さんのそんなめちゃくちゃの、こんな綺麗にフォローしてくれてる。長いブスや。あんなほら。モテへんやろ。何かモテへんやろ。今回も大悟さんですね。もうすいません、毎回クロスしていただきます。何回目ですか、もう。5回はやってるんですよ。おー、そうですね、そのぐらい。5回ぐらいやってますね。5ってことは、向こう側でもそうなわけですから。結構、価格には YouTube 上には2人の動画。時間が早いもん、経つのが。そうやね、はい、忙しそうやからこっちも着るけど、いいんやったらずっとそれです。いいんやったらソファー置いててねって言って酒飲みながら、そのままね、個人的に今狙ってる女の相談がめっちゃしたいでもイラッとされるかせえへんけどめっちゃしたいもん、マジで。ということで今日なんですけど、今日またやっぱりその男女についてのことでちょっとあのお教えいただきたいんですけど、はい、まあよくあるのがですね、付き合ったら自分を不幸にする相手とか、付き合ってみないと見抜けないです、僕ら。で、こういう男性は気をつけようみたいな、まあ、最近女性の視聴者がすごい増えてきましたんで、こういう男性は危ないよみたいな、付き合ったらあなた不幸になりますよみたいな、付き合う前に見極めることができれば、相手のボディランゲージとか何かで、何ですかね、 LINE がやり取り上でもう見抜ければ、まあ、事件って言うと大げさですけど不幸になることが、無駄な時間を過ごすこともないのかなということで、危ない男性みたいな、はい、ちょっともしご教授いただければ。で、結構いっぱいいるんですよね。いっぱいいますか？そんなにっすか？グレーのパーカーを主に着てやつは僕は絶対にダメ。フロントガラス殴ってそんなやつ絶対ダメ。マジじゃい、それマジじゃい。どちらかっていうと一番の問題点は、特に女性の場合そうなんですけど、好きになる前にこういう人がヤバいっていうのは頭に入れておかないと好きになると見えなくなるんですよ、嫌なところ。いやー、それはそうって言いますよね。好きになると見えなくなりますか。男性も女性もある程度そういうところがあって、恋愛してる時っていうのは脳はチンパンジー並みの判断能力まで落ちてしまうので、うわうわっ、マジっすか。もう使っちゃいけない薬とか使ってる人の脳とほぼ同じになるんですよ。計画性が20分先のことまでしか見えなくなるので、好きになったらもう判断はできない。好きになる前に判断基準を固めておくか、第三者の目を入れるってことをしないと、基本的にはヤバい人には誰でも引っかかるっていう。常にじゃあ僕恋愛しますけど、常にチンパンジーやん。だから常にチンパンジー、それチンパンジー。握力も強いし。僕もだから手握るときは外側からパンチするんですよ。手握ったら潰されちゃうんで。僕すぐ下のこと好きになっちゃうんですよ。男性も女性でもなんですよ。営業の時からの癖なんですけど、もう本気で掘り込むっていう風にマインドを落とし込んでいっちゃうんですね。どうでも女性のことなんですよ。本気で掘り込んで本気で振り込んでそうですもん。やってますやってますね。結構限度額いっぱいまで結構いっちゃうよね。いっちゃうんですよね。なるほど。判断を先に決めておくのはいいかもしれないですね。はい、そういう、はい、明らかにヤバい人って、特に、どう見てもヤバい人っていうのは、これはもうハマる人っていうのは自分に問題があるんですよ。そうか。でも例えばじゃあ、言い方悪いですけど、一部の、例えばホストの人とかで、はい、明らかにこう、なんか金を巻き上げるのしか考えないみたいな、そうじゃない人たくさんいると思うんですけど、そういう人とか、売れないバンドマンで、はい、もう全然曲とかも別に出してるわけじゃないのに、俺はいつかビルボード乗るみたいなこと言ってるような。飲みないやたら上着もするし、そうです。悪いやつですね。ファンに手出したりとか。そうです、そうです。ああいう人ってもう見るからにヤバいじゃないですか。ああいうのにハマっちゃう場合は自分のメンタルが落ちてると思った方がいいです。そもそもか。特にあの神経症的傾向って心理学の学者と言うんですけど、メンタルの弱さですね。このメンタルが弱い人であればあるほど、そういう人にやっぱりハマりやすいんです。特に衝動性が高い男性にハマるんで、あんまり先のことを考えなかったりとか、はい、生活が不安定だったりとか、はい、それこそ付き合った後 DV してくるとか、そういう明らかにヤバい人にハマって
る人ってずっとハマるんですよ、同じようなタイプの人。やっぱりなんでかっていうと、もちろん相手が悪いんですよ。悪いんだけど、ハメネス原因は自分のメンタルにあるので、それはその、自分のネガティブな感情とかのコントロールをちょっとうまくできるようになるっていうのが、一番最初のところかまずそこですよね。そういうのハマる人いますよね。いますね、いますと思います。おるなぁ。DV 受けたやつまたこれ DV 受けたって、そんなやつ言うでしょ。なんかね。あれなんですね、いい人が前に来る。特に女性の場合はこれはあるんですけど、はい、いい人が目の前に来ると、自分もこんな人とはきっと次合わないって思っちゃうんですよ。そういう自分自信がないくて、メンタルが弱いと、弱い人。こんな素敵な人が自分のこと好きなはずじゃないから、きっと騙そうとしてるんじゃないかとか、付き合っても自分がどうしようもないってことがバレて嫌われるのは怖いから付き合わないと。怖いな、その最高な素敵な考えが怖いな、それ。だから、いつもと同じ、人間っていつもと同じを求めるので、悪い男に引っかかっている女性の脳っていうのは、しんどい思いばっかりしてるんですよ。二度とこんな恋愛したくないと思ってるのよく知ってるんです、やばい男。だから脳の判断からするといつも通りのヤバい男の方が安心感強くなって変化してうわー危ない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 変わってくんですよ。そうですね、同じ人と付き合ってますよね、系統を。そういう人って危ない危ない女の子。そうなんですよ。まあそうですね、不思議なんですよ。だからそれは自分のメンタルの状態が変わらないとそうできなくて、そもそもやな。あ、恋愛の日だねって人よくいるんですけど、恋愛って実は相性とほとんど関係なくて、もちろんその特定趣味があるとかの方が悩みするとかあるんですけども、実際は一番大きいのは個人の性格で、相手じゃなくて自分性格なんですよ。メンタルが良い人っていうのはどんな相手と付き合っても恋愛は短くしか続かないし、不幸な恋愛になりがちなんで、そういう場合は自己改善からやってた方が多分いいんですよね。そうですね、そもそも。なるほど、うん、それで言うと、例えば仕事でも何でもそうで、男性でも自分は絶対モテないとか、仕事で何やってるのかよくないとか言う人いるんですけど、あれは環境がどうのとか自分の能力がどうのじゃなくて、マイナスの色眼鏡をかけて全てを見てるので、その人にとってはもうチャンスは脅威にしか見えない、はいはい、し、成功は義務とか責任とかプレッシャーにしか見えない。あ、岡野さんがそうや。岡野さんまた違う道走ってるんで。人間岡野さんのせいは仕事ないから義務なんて嫌ですよって言ってましたね。そうなっちゃうんですよね。そうなってくると、それはもう別ルートですね。それはヤバい男とかを見抜くじゃなくて、自分がヤバいです。そうです。それ置いといてってことですね。はい、一旦それ別やな。一番いいのは筋トレとかが一番いいです、そういう人は。へぇー。と食事、睡眠、運動あたりの改善から始めてって、あと余裕があったら瞑想とか、メンタルトレーニングですね。やるとだいぶ感情が安定するんで。そういうのいいんですね。めちゃくちゃいいですよ。え、マジっすか。はい、ただ時々ね、怪しいことしてるんですよ。なんか守護霊と繋がるとか、そういう人いるんですけど、あれは無視でいいです。まあ、繋がるのは勝手だと思うんですけど。向こうが勝手に繋がるのは勝手だと思うんですけど。言わない人いますか。下ろしたりとか。下ろすな、下ろすな。上に上げてみたってて。これはね、さすがにですけど。お前、なんでわざわざ下ろしてくるんだよ。英語で喋るんですよ。でもってラテン語だったはずね。英会話でも言ったのかなみたいな。面白いね。さすがに言うんだね。あれは気にしてもらうからね。なるほど。まあでもそれは置いといて、気をつけなあかん男性とか、危ない男性がちょっと自分のメンタル状況を置いといて。一番危ない、一般の人はハマりやすい、一番危ない男性っていうのは、パッと見すごいいい人なんです。丁寧だし、親切だし、いい人で、あ、この人素敵な人だわって、仕事でもやっぱり成功してるように見えるし、責任感もあるし、あれでも、付き合って距離を縮めた瞬間に表現するっていうのがいるんですよ。あれあれ表現せえよ。ラファエルやないか。マスクを外したら。マスク出たで、これは恋愛では特にやばいんですけど、人間関係でもいるんですよ。最初親切なのに深い付き合いになってくると急に変にプレッシャーかけてきたりとか、自分の情報を与えちゃってるから仲良くなってると、それを使って言い方悪いんですけど脅してきたりとか、周りに自分の人間関係に対して悪い情報を流したりとかして、コントロールしようとしてくるんですね。で、こういう人がいて、こういう人を一応心理学だとカバーアグレッション、カバーアグレッション、隠れた攻撃性っていう意味なんですけど、攻撃性を隠して相手と仲良くなって、それから内側からコントロールしようとする。強いね、戦略家ですね。そう。で、これ恋愛の場合だと、いわゆるパワハラとかモラハラみたいな傾向がちょっと強化されたバージョンだと思ってもらうと、めちゃくちゃ立ち悪い。だから、すごい、奥さんのことめっちゃけなしたりとか、けなして凹んでるところで助けてあげたりとかして、自分が嫌で生きていけないって思わせるような。立ち悪いな。立ち悪いな。これを人間関係でもやるやばい人って言って、素直な女性ほどこれにハマりやすいです、やっぱり。最初超いい人なんですよ。めっちゃ丁寧なんです。なぜかっていうと、狙ってきてるんで、依存させるの。だから、急にカチッとスイッチが切り替わるとやばいことになる。それと男性は何を目的なんですかね。支配みたいな。そうですね、そうですね。これ女性でもいるんですよ。女性の場合も、女の子との友達とか、多分女性が見てると思うんで分かると思うんですけど、最初は丁寧でいろんな人を紹介してくれて仲良くなるのに、弱、はいはい、みの部分を握って、なんかこう自分の都合いいように使ってきたり。怖いな。怖いな。
だからね、よくね、あの港区女子系である話だったら、そういうパーティーの場に呼ばれて、全然身に覚えないのに、呼んだその相手の実業家とかの男性に、この子今日やりますみたいな感じで、いる先に紹介したりとかしておく人いるじゃないですか。います。まさにカバーとアグレッションです。あー、いる、私いろんなパーティー紹介して、みたいな、いいもの買ってもらえたでしょみたいな風で脅して、やっていくっていう。結構こういう風に、相手の内側に入ってからやっていく人たちがいて、これは実は結構特徴がありまして。あ、それを聞きたい。これはすごい大事なんですけど、ただ面白いのが、この話を聞かないと、一見いい人に見えるんですよ。例えばじゃあ、そういう人がここにいたとして、僕がカバーターゲレーションされてるとしますよね。はい、でこの人やばいんですよって言っても、周りから見るといい人しか見えないんです。確かに。被害者にしかわからないし、被害者の叩きづらいやり方をするので、だからいい人っぽく見えるんですよ。いや、まあそうかもしれないけど、僕は勝手に燃えてるみたいに見えちゃうんです、そうすると。はい、だから周りの助けが得られないっていうのが一番これ。孤立させられるっていうことです。で、これ特徴がいくつかありまして、まずはですね、一つ目が無知を装うっていう。無知を装うっていう特徴があって、はい、どういうことかっていうと、攻撃するときに、お前のここがこうだとか、こうだって、具体的に攻撃すると、うん、信憑性が問われますよね。つまり僕が嘘で相手を攻撃したら、僕が悪い奴になっちゃうじゃないですか。はい、カバータルーションにはこれやらないんですよ。お、私はよく知らないんだけど、こういう噂聞いたんだけど、どうなのってみんなの前で言うんですよ。うん、嘘だと思うんだけど、こんなこと言われてる大丈夫って言うんですけど、これってみんなに、お前こんなこと言われてるぞってアピールしてるんですよ。確かに。でも私は、聞いただけなんだけどって言ったりとか、あとはその子がいないところで、やるな、あの子気をつけた方がいいですよ、最近こういう噂があってとか、知らないところでそういう風に、いや、おるな、結構いますよね。でもそういう子に限って意外と丁寧だし、場をセッティングしたりとかする人いるんですよ、女の子だったら。で、男性も逆パターンで同じですね、これをやるんですよ。それ見た時には男女ともにおるぞ。いますこれカバーアグレッションの特徴ですね、無知を予想。だから攻められた時には物覚えが悪くなったりとか、あ、いや僕も聞いた話なんでわからないんですけど、うわ、そうですね、持ってくるんですよ、結構危なくて、これでも結構多くの人がやるんですよ。そうですか。これが一つ目の特徴ですね。はい、あとは、回避傾向っていうのが結構重要なポイントで、これ何かっていうと、直球の質問に答えないんです。自分に責任が負うのをとにかく、だから本当にいい人なのに責任だけ負わないんですよ。だから例えば、じゃあ質問するときに、じゃあ君はどう思うのとか、あなたはどう思うのって人が、いや、俺こんな噂来てこうなんだけどって来て、聞いたときに、え、あんたじゃあどう思うのって聞くと、俺は別にやろうとも思わないんだけど、聞いただけだからさ、みたいな感じで逃げるんですよ。自分に責任が負うことに関してはひたすら逃げるんですよ。おるないるんですよ。ほんまにおる、全然おる。で、これは女性の皆さんが確認したい場合は、仕事で男性がやっぱ問題抱えたりとかしんどくなることあるじゃないですか。でその時にこれが結構出るんです、うん、最近仕事でこう失敗しちゃってさ、大丈夫なのとかうんうんって聞くと、俺じゃなくてねって同僚の誰々がこの話持ってきてさ、自分が悪くて今自分の状況が今悪くなってるのも自分のせいじゃないんだよっていうふうに持ってくるんですよ。ええー、おったなあったなそういう聞き方すると分かりやすいですね。分かりやすいです。要するに本人の責任を問うような質問とか、現地を取るようなことを言うと、急に黙ります。それまたすごいよく喋るんですよ、人の話を。自分がワンチャン責任を取らなくちゃいけないような話になると、急に言えるんですね。あとはこれが一番女性は分かりやすいかもしれないですけど、付き始めた頃とか付き始める前とかに起きるんですけど、嘘をつくんですけど、こういう人たちって嘘のつき方が特殊で、編集型の嘘をつくんですよ。編集型の嘘、はい、分かりやすく言うと、完全に嘘とは言い切れないんだけれども事実ではないみたいな嘘をつきます。明らかに間違ったことは言わないんだけど、例えばじゃあ一部の情報を隠すことによって信憑性を増しさせたりとか、あとはもう全部嘘はつかないんだけど、一部だけちっちゃく嘘つくとか、そういう感じ。なるほど。怖いなぁ、それは。だからこう、結構こう嘘をつくときも、うまいというか、週刊誌みたいに嘘をつくってことです。なるほど。はいはいはい、例えば、はい、私あの人に抱かれたのみたいな、なんか話が出たとするじゃないですか。はいはい、あ、そうなんだってなったんだけど、実際はハグされただけだったとか。そういうことですね。そういうことですね。事実ではあるけどもっていうことですね。そうです。つまり、言った情報源がつつかれたときに、いや、そういう意味じゃなくて、って言える。そうですね。そういうことです、ね。抱かれたってなってますけど、それハグしたっていいんですよって。そういうことです。被害者ですみたいな感じで、それでも一番立ち悪くない、その、そういうのパターン。実際この手のこのカバーアグレッションの提出を持ってる人は週刊誌の記者とかに多いですね。うわぁ、結構危ないタイプですね、そのパターン使ってくる男性って。そうですね、特にこの嘘のつき方は編集型の嘘は良くないです。へぇ、浮気の理由でも仕事でも約束の場合でも何でもそうですけど、あ、ごめん、俺こういう意味だったんだよねっていう風に、なんかこう誤解与えてごめんねって言い方してるんですよ。嘘ついたとか俺が悪かったとかじゃなくて、あ、ごめん、誤解与えちゃったよね。自分悪くないんだけど、そこがあったよね、みたいな。謝らないですよ、ね。謝らない。ちょっと、めっそうやな。幸せ型ではないです。ちょっと、編集型なんか、だんだん横に知ってますよね。
大吾さんと目合わせようにしたんですか。あれって盛り上がらないけど、あれちょっと編集がだもん。こんなとこに編集がだったんか。まるだか。俺ブザーって言ってるよそれ。あ、なるほどですね。でもおるっちゃおるな。あとはよく女性だと経験あると思いますけど、優しいんだけども急に怒る時があるんですよ。常に怒ってるとか、なんかこういわゆるこう切れやすいとかじゃなくて、操作に失敗すると今度は怒ってマウント取ろうとするっていう。なあ、なるほど、なるほど。もう無邪気になっちゃったら最後怒るっていう。確かに、怒るっちゃおる。いてるいてる。結局コントロールが目的なんで、優しく説得して動じなかったら上から行く。共演するんです。その人たちっていうのは本気で付き合って結婚とかしたいけど、コントロールする環境にはいたいってことなんですかね。それマインドなんですか。どちらかっていうと恋愛自体は間違えてるんですよ。結婚って普通にその一緒に時間を共有するとか、共に悩んでいくとか、そういう同じ目線で考えるべきものなのにもかかわらず、結婚っていうのはおそらく自分が女性を所有することだみたいに思ってるんです。あ、そもそもね。金持ちが多い気がするな。結構いますね。いますよね。ただこれカバオタベーションとそのいわゆる金持ちの亭主関白みたいな人の一番の違いが、さっき言った責任を取るかどうかです。亭主関白の場合は自分で責任取ろうするんですよ。全部自分が最後責任って人ですね。亭主関白俺が決めたんだと思ってやる、うん、あれが本来の亭主関白なんですよ、はい、じゃなくて責任だけ奥さんになじりつけたりとかするのはこれ単なるカバオタベーションなんで、あー、そうそう、全然意味が違うんですよ。あとはもう一個一番ダサいのが最終的に被害者を装います。うわー、そうなんだ。それだからその自分の浮気とかで別れたのにもかかわらず、その別れた後その女の人のことを、いやでもあいつは性格がねとか、おるわ、俺も困ってたんだよねみたいな言うんです。おるわ、俺やいやいやいや、ラバさんや、うん、自分は被害者なんだっていうことによって相手の罪悪感とか同情を買おうとするんですよ、ね、うわ、仕事で失敗した時も僕がね、あんなミスしてほんとすいませんでしたってやるんじゃなくて、僕も結構いろんな人にこうね、あの甘いこと言われて、僕見なかったら悪いと思うんですけど、こうでこうで僕も今しんどくてっていうふうに、僕しんどいんですだから責めないでくださいっていうふうに被害者が言うんですよ。懐に入るの上手い人はそういうイメージ多いですよね。そう、コントロール、だから二面性がすごいんですよ。コントロールしようとするときに下手で来るのに時々怒ることもあるし、自分が上に立とうとすることもあるのに都合悪くなるとこう被害者になるし、もう何か思い浮かぶの。いや結構いますよ、うん、めっちゃ多いですよね、そういう人多いです、多いです。でこれもカバーナレーションの特徴なんで、たくさん頭で渡るほどやばいですね。そういうことですね。できたら全部頭らない方がいいんですけど、一番やるから怖いのかな。いや、いっぱいいます。あと付き合う前とかで分かるのは、約束何かしたりとか話したときとかにそれをこう破っちゃったとか忘れちゃったってときに、はい、あ、ごめんごめん、忘れた。でもそんなに大したことじゃないよね、みたいなのに、正当化と歪償化って言うんですけど、問題をちっちゃくしたりとか。ああ。こっちは気にしてるのに、いやでもさ、大丈夫だよ、そんな気にしなくても。って。なんか慰めてくるポジションにいるんですよ。いや、でも応援するからね。これやってくる人も多いですね。女性が付き合う前に、なんか試験的に試せることで言うと何かありますか、うん、試せることで言うんだったら、一番簡単なのは、その人の周りとかに聞く。それ一番いいんだ、やっぱり。周りに聞くとか、あとは今言ったのが、罠で引っ掛けられるようなことをやってみるっていうのがいいですね。例えば過去の動画でも話したことありますけど、はい、あいつと仲良くなるには深い話をした方がいいよみたいな、はいはいはい、この深い話に対する意見の時にちゃんと自分の意見を責任を取れるような意見を言えるかどうか。そうか、自分の、ああ、なるほど、なるほど。僕はこう思う、俺はこう思うよっていうふうにズバッと言えるのか、いや、俺聞いた話だけどって来るのか。なるほど、なるほど、なるほど。責任逃れる方向で行くのかどうかとか。それで大体タイプがちょっとわかるかもって。そうです、そうです。あとは、俺金持ってんだぞ系の男性の人の場合は、さっき言った編集方の嘘がめっちゃ多いので、例えばじゃあ、持ってるものとかブランドの服とかの値段を聞いた時に、ちょっと盛る人いるじゃないですか。あ、いますね。15万なのに、いや、これ T シャツ、あ、20万ぐらいかな。あ、おるわ。なんでそれ30はしなかったと思うけどみたいな、編集方の嘘。マジでおるわ。要するに、自分の価格を覚えてるのに、覚えてない体で行くんですよ。自分をすごく見せたい。ざっとやもんな、絶対。うん、これは結構ね、簡単に見分けられる。話ずるんですよ。それ下で行くやついるじゃないですか、たまに。うん、あ、下で行く場合はどちらかというとその自分をすごく見せたくないっていうのが立場のその立場的に僕はあなたたちより下ですよっていうふうにいきたいと思います。そうですね、そうですね、それはまあへりくだってるパターンかカバートではないとは思うんですけど、例えばじゃあラファエルさんと仲良くなりたいからってことで、ね、ラファエルさんよりもこう全然走りの YouTuber とかがあんまりいい服着てると思われるの嫌だから下げて言ってくる場合は意図があるかもしれない。飛びてくる感じでカバートはちょっと違いますね。あ、でも一番やっぱり周りに聞くのが一番いいんですよね。そうですね。あとは、恥と罪悪感にめちゃくちゃ敏感。おー、俺に恥をかかせやが
やってみたいなのがすごく強いんです。なぜかというと彼ら恥と罪悪感で他人をコントロールするんですよ。相手に恥をかかせたりとか罪悪感を感じさせたりとかして操作しようとするので自分がそれやられるのは超敏感なんですね。恥と罪悪感どうすればいいですか。僕は女性だとして、なんか例えばじゃあみんなで飲み会に行ってなんかじゃあ流れで罰ゲームとかなんかなんとするじゃないですか、はい、で罰ゲームにめちゃくちゃノリが悪い。特に恥ずかしい系の罰ゲーム本気で嫌なの。誰かのギャグ全力でやるみたいな。あ、そうですね。そう、まあ、いや違うけど、まあまあまあ、あマモーガブレッションの人じゃないですか、これは。お前、おい、今のところお前が一番大変だよ。俺、何でお前が言ってるんですかね。あれ、イーサさんも絶対やらへんな、それ。傷口をなるべく抑えようとします、ね。あれ傷口はね、ほんとに。他人の失敗話が好きですね。あー、まあ、それも好きやな、俺も好きやな。多いっすよね、それは。あとは、まあ、付き合った後で一番やばいのは、これはカバダレーションと別ですけど、サイコパスの特性になっちゃうんですけど、自分が付き合ってること言わない。これタレントさんとか特殊な場合は別ですよ。ああ、なるほど。言えないっていう。言えない場合は別なんですけど、じゃなくて言わない、他で。おるちゃんか。お前そうちゃん。いや、そんなことないです。あれそうです。お前、一番やばいやつ。彼氏の友達を紹介してくれないとか。ああ。あれは一番やばいですね。あれはサイコパスの特徴です。まあ、タレントさんだとさすがにできないけどってことですね。一般人でそれをやっちゃうと。やっぱりもう周りいろいろ巻き込んで、知り合いに聞いたりとか、いろいろ紹介してもらったりっていうのをやらないと。聞かないと危ないですね。あと一番女性でできるのは簡単なのが女の子の友達と一緒に会ってもらうんですよ。そうやな、でも冷静に第三者、なんか今の解決した気がした。それや、第三者視点が一番分かりやすいですね。これ脈ありかどうかを見抜くときにも使えるテクニックですね。脈ありかどうかって男は特にそうなんですよ。男はこう続行になりすぎて、はいはいはい、女性はさっき言ったみたいに私なんかこの素敵な人は聞いちゃって、はい、男性はポジティブに勘違いして、はい、女性はネガティブに勘違いするので、はい、これを埋めるのは第三者視点ですね。はぁ、外から見ると明らかに分かるんですよ。この人できてんじゃん、どう見ても。はい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 、でもなんか逃げ切らないとかありますし、女性の場合は特にそうですね。女性はもうパッと見ただけで、あ、この社長と秘書できてんなみたいなとか、はい、そういうのをこうパッと見抜けるんですよ。あ、確かにね。男性は誰が一番偉いかを見抜くのは女性より上手いんですよ。ラオさんやん。ラオさん。大体それで生きてきてますから。会食の会場に行った時に、誰が主催者というか一番偉い一発で終わるんですよ。僕もね、光り輝いて見えるんですよ。気がついたらその人にまっすぐ歩いてるんですよ。よいしょ、俺もよ。女の子よしのけて僕が気がついたら横にいる時あるんだ。あれか。女性は誰と誰ができてるかを見抜くのが上手いんですね。あの二人絶対不倫してる。よう聞くなぁ、でも。確かに。女の勘っていうやつって当たるってそういうことか。男性は縦のつながりに、女性は横のつながりに敏感。なるほど。だから女性はむしろそのやばいね、あの相手を見抜くときっていうのはストレートにいろいろ言ってくれる関係じゃダメですよ。友達同士で忖度があったらやばい男だなって思うんだけど、やばいよって言ったら嫌われちゃうかもと思って引いちゃう女性が結構いるので、そういう場合先に言った方がいいです。結構やばい男性に今まで引っかかったことがあって、もう絶対失敗したくないから本当教えてほしいっていうのが、やばい教えてほしいって言って一緒に行って、で会ってあげると、これは結構ためになるんじゃないですか。あんまりためになる、これは本当にためになると思いますよ。恋愛でね、見抜くのって本当難しいので。難しいですよね。恋は盲目なやつで交渉ってことですよ。結構初めて聞く話ですよね。ね。カバーでオレーションで。初めて聞いた。確かいますけど。俺は。いや。あなたです。ずっとあなたです。ずっとあなたです。今日はあなたのドッキリ。ドッキリこれ。これ大丈夫だ。ドッキリとか出せない。珍しい、イーサーさんが見られる。あー、でもためになるなぁ。あんまりそう。カバとは結構会社とかにもいるんで、恋愛だけじゃなくて勉強してもいいですよ、やっぱり。社内でこれあるとね、結構きついんで、あ恋愛だったら別れられますけど、会社の中だといいなぁ。これ僕会社なんか。俺が上司やんに言うてんのに、会社なんこいつ上司やん。会社やばいやつしかね、エコセルフもやばいし。恋愛してんちゃうぞ、俺だっていう。すぐ首切れるで。なるほどですね。まあこれで、ね、最近ほんと女性視聴者もめっちゃ不利なんで、ちょっと参考にしていただければということで。結構大人向けのチャンネルですから、視聴者ももう年齢層が高いんですよ、すごい。大悟さんと似てるかもしれないですけどね。僕も10代の視聴者 3%。ほとんど大人しかない。マジっすか？それが低い。3%めっちゃ低いの。難しくてそんなんいいからもっと浅いとこ教えてくれってなるんでしょうね、多分。あ10代の子とかって、チューするにはどうしたらええねんとか、多分それぐらいのレベルになるんでしょう。ラファエルさん、それです。でも先月、Dラボでやったんですよ、そういう。え？性感帯の科学って、体のどこを舐めたらいいのか。それは10代大好きですよ。いやでも、大人も大人も、いや、それ多分関係なく、
そうそう、あれ実はあの女性にめっちゃ人気で、え、男性から見るとテクニックじゃないですか、そういうエロいやつ、はい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 、女性はあるあるなんですよ、分かる、そうしてほしいのに男って分かってない、なるほどなるほどなるほど、それ聞きたいか、それもそれも、もうすぐにそれ、あ、待って待って待って、すぐに行こう D ラボで、ぜひ D ラボで、うわぁ、すぐに考えて検索してください、 D ラボってどのぐらいのペースでそういう動画とか配信するんですか、週2ぐらいでは出してますね、週2配信してて、会員になればそういう動画見れるんですよね、そうですね、あと過去の動画も全部見れて、で独自配信のシステムになってるので、恋愛の動画とかたくさん見てたら恋愛の動画がいっぱい表示されますし、うん、集中力の動画見てたら集中力の動画がいっぱい表示されます。Netflix的な感じなんですね。そうですね、Netflix に。あと次回これみたいなの出てますもんね、上に。そうですね、はい、そうですね、はい。あとはちょっと今後いろんなちょっと新しいシステム入れておこうと思ってて、実質無料にしようかなと思って。ええー。まあ広告できますもんね。広告使わないんですよ。広告一切使わないで、例えばサブスクで599円とかなんですけど、うん、D ラボに課金してくれたら、毎月1000円返ってきたら面白いと思いますね。それ課金してくれたら1000円お支払いしますって言ったら、そんなやろうかなと思ってするよ。え、詐欺師の方ですか？詐欺師の方ですか？いや、それを方法的にというか、ちゃんとうまくシステムでやる方法を思いついたんで。うわぁ、すごい。そういうなんか、仕事の話しても面白いですね。いや、心理以外の。このジャンルの話も全部ある。サブスクはでもめちゃくちゃ面白いんですよね。月額課金ではないんです、本来はサブスクっていう概念は。そうなんですか？そうなんです、そうなんです。だから、そのいろんな、例えば恋愛でも結婚でもそうなんですけど、誰がどの動画のどの部分を見たかとか全部出せるので、はい、そうするとみんな悩んでるなとかが分かるんで、そういうのをこう厚めにやることもできるし、そうかチャンネルとともにチャンネルに入ってくれてるサブスクライバーの人たちも一緒に成長していくみたいなのが本来のサブスクリプションビジネスなので、はい、そういうのを今やってますね。すげえ。それ進化しちゃいけません。全然のっかりしようとしてない。結構 YouTube で言えないこともガンガン言ってるんで、今カバタレーションの特徴は言ったんですけど、うん、カバタレーションってね、特殊なやり方を使うとですね、根絶できるんですよ。カバタレーションの人がやられたら嫌なことをもう徹底的にやって、カバータグレッションを叩き潰すっていうテクニックとかもあって、うわ、ちょっと どぎついよね、やめてくれー、カバータグレッションが叫んだ、根絶しましょう、根絶、そんな悪いやつは、ぜひあの D ラブでカバータグレッションって検索していただければ、倒し方が分かるかもしれない、よっしゃ、先に見たろ、いや、でもイーサーさんと一緒に、さっき白亀をやっつけないと。僕はね、もう何も考えないんで、チンパンジーですから。確かに。バカチンパンやから。あ、これなんかあれじゃん、自分の責任逃れる。あれカバーでアグレッション。逃げてた。先にチンパンジーやから。ここそれしかおらん。今ちょっと出ましたよね。今出ましたね。あれこれ、こういうとこなんですよ。もうこんなんやると疑心暗鬼。こういうとこなんですよ。誰信じたらいいの？俺も大丈夫です。今すぐ分かったわ。完全に恥と罪悪感でアプローチした。強い。すぐ分かった。いや、もう大悟さんいるともう全部だ、今。今のはもう、動画でおかしかったもん。今でも大悟さんおらんとそっちに確かに信じそうになっちゃったな、素直やから。多分今の大悟さんがうんって言ってくれなかったら、ハリちゃんもこう来てたよ、今多分。危なかった、今。もうやられてるよ。僕一番のピエロじゃないですか。素直な。なるほどね。ということで、今回はですね、珍しく女性のためになる動画になったんじゃないかということで、あの大悟さんのやつ貼っときますんで、概要欄に。はい、気になる方は入っていただければけど。安いですね、でも、500。そうですね、あの、一応、学生が昼飯を月1抜いたら入れるっていうのを提案してやってるので。安いな。どうなんですかね、1万円とかに行きそうですよね。まだ大人ばっかりになっちゃいますね。まあ、あんま値段上げるよりかは、変わっていくところをやっぱり体感してほしいっていう自分の人生とかがあるので、人数は増えるのはいいと思うんですけど、値段はどちらかと下げたいと思ってますね。すごい。勝者の余裕だ。そうっすね。俺らって上げていこうやつ。来た来た来たって。取ったら取ったら取ったら。そんなやつついていくか。誰が当たるんですか、そんなやつに。気になる方は動画概要欄から見てください。ありがとうございます。ありがとうございました。